Hi everyone! はなです。今日は茅ヶ岳に登ります。山梨県茅ヶ岳は一般的なルートが別にあるらしいんだけど、池野町というところから入って金ヶ岳経由で茅ヶ岳に登るっていうちょっとマイナーなルートらしいです。それでも累計標高差1000メートルぐらいっぽいので、ちょっと頑張りどころかなという感じがします。とっても天気が良くてすごく紅葉が綺麗で、であんまり風もなさそうな感じがするので、楽しみながら登りたいと思います。山頂での煮込みうどんを楽しみに。レッツゴー。登り始めの今は約1000メートルぐらいのところです。でこっから最初緩やか、途中からちょっと急坂っていうのを1700ぐらいまで登ります。いきますよ。登山道、金ヶ岳茅ヶ岳登山道、行きます。今のところ人っ子一人いない。いつも山に入るときはその山の胸を借りるような、懐を借りるような、そんな気持ちで入ってます。なのでよろしくお願いしますっていう感じです。登山道に今入りたてなんだけど、最初はこういう緩やかな傾斜が続いて、でしばらくしたらだんだん急坂になっていくみたい。すごく森の中の道っていう感じで気持ちがいいです。あーすごい気持ちいい道。この秋の朝の光とそれから夕方の光も本当に大好き。ゆっくり歩き始めてからだいたい20分ぐらい経ったんだけど、少しずつ坂が急になってきました。なんかこれまで行った山でいうと、奥多摩の三島山とかは結構最初がもうダダ登りみたいな感じで、最初から急坂をガーって行くのがきつかったんだけど、この金ヶ岳茅ヶ岳はちょっと足ならしした頃に急になるっていう感じで、私は結構好きですね。最初にここから 2.5 キロっていうところから始まって、今2キロ地点まで来ました。この分だと今の5倍ってことでしょ。5倍っていうか今のをあと4回繰り返すってことでしょ。なので結構いけんじゃないのっていう感じなんだけど、毎回そんなこと言っては、はあ、きついとかいうことになるので、まあどうなってしまうのでしょうか。とだけ言っておくよ。寝る前は結構な急坂ですよ。さあ頑張ろう。けなし山は割と最初の段階で岩場が結構出てきて、私は岩場はすごく好きなんだけど、でもやっぱり踏ん張ると結構そこで息を詰めたりもするし、こうやってただ一歩一歩登ってるだけだと呼吸が安定してできるけど、
多分岩を通り越すたびに少しずつ体力が奪われて想像以上に疲れるんだろうなって思いました。今回あと 2.5 キロあと2キロって標識が出てるんだけど、以前それがあった山はけなし山だったんだよね。けなし山は1合目2合目みたいな感じで出てくるんだけど、なんか最初のうちは目安があっていいなってちょっと思ってたんだけど、なんかまだ5合目みたいになり始めるとだんだんきつくなるんだよね。なんかこう1号1号が果てしないみたいな。なので精神的にいいんだか悪いんだかっていうのはちょっとその時思いました。よいしょ、暑くなったので歩き始めて30分ちょっとかな、暑くなったのでこのウィンブレを脱ごうと思います。よいしょ、このウィンブレは今年買ったばっかりで毎回愛用してるアンドワンダーの、ちゃんと見せよう、アンドワンダーのライトレインジャケットです。レインジャケットなんだけど通気性がいい、結構優れた生地で作られてるのでウィンブレとしても着れるし、何より軽い、めっちゃいいです。そしてこのインナーは SN っていう多分北欧の、メリノウールのブランドなんだよね。それをゲットしました。なんか山 YouTube を撮るようになって山ウェアが結構必要だっていうことに気づいた、かっこいいわけよし、でもザックが赤いから赤赤ですね。なんかね、結構私はすごい原色の山ウェアがちょっと苦手で、なんかこう山に馴染む色を着たいなとかいつも思ってるんですけど、今日は割と派手な方です。だけどなんかこう、なんだろう、人工的な赤じゃなくてちょっと紅葉の赤っていう感じかなって、もみじの赤っていう感じかなって自分では思ってます。さあもう一登り、あー結構な登りですよ。よし。急坂をちょっと登り切って、歩き始めて50分ぐらい経ったので、ここで第一休憩と。しようと思います。ちょうど休憩にいい岩がある、おにぎり食べようかな。よし頑張った。